対流圏の気温と高度の関係を示したグラフ。黒の直線は通常の気温変化を表す。赤の線分 DC は上昇に伴い気温が上昇する気温逆転時の気温変化を表す。逆転層は気象学用語の一つ。気象学において逆転とは高度に伴う大気の性質、特に気温の変化が通常と異なる現象であり、普通ならば、 高度の上昇に伴い気温が低下するはずなのに逆に上昇していることを言う。これが起こる層を逆転層と呼ぶ。一般に高温の大気は密度が低いため上に移動し対流が起こる。しかし逆転層があると上の方が密度が低いため対流は起こらない。したがって逆転層によって地表近くの大気がトラップされ濃霧になったりまた激しいスモックにより 健康被害が起こることもある。逆転層により遠くの音が大きく聞こえることが多く、また電波電波に異常が見られることもある。なお、逆転層では、蜃気楼が起こりやすくなる。対流の抑制が何らかの理由で破られると、湿度の高い空気が対流を起こすことで、激しい雷雨になることもある。逆転層は、特に秋、冬の夜間に風が弱い時、 放射冷却で地表面温度が低下することによって形成されやすい。また、風がある場合に冷えた地表、海面の上に暖かい大気が流れ込んで発生することもある。高気圧による下降気流で断熱圧縮が起こり、その結果ある程度の高度に気温の高い層ができることがある。前線では一般に上空の気温が高くなり、逆転層が生じる。 ありがとうございます。